はい、ということで、ドミューン今日水曜日ですけども始まりました。来るときに、ここ来るときに渋谷通ってきたんですけど、もうちょっとハロウィンの混乱が若干始まってた感じがありましたけども、今日はドミューンは、ディフューズリアリティプレゼンツテオレマフェスティバルっていう題で、ちょっといろいろと話をしていきたいなと。あとライブもいくつかあります。で、まずですね、今日僕が今ここでなんか喋り始めたんですけど、あとお隣の方にはディフューズリアリティの方と、あと畑健さんがいらっしゃいます。で、僕ら畑健さんと僕がなんかいろいろと聞いて喋っていくんですけど、まあ簡単に言うと完全な、巻き込み事故みたいな状況で、このディフューズリアリティとテオレマの番組をやるっていう時に、まあ、通訳の方とか司会の方がいないということで、僕ら出演者で最初声かけてもらったんですけど、ちょっとお手伝い、行きがかり長、そうですね、行きがかり長ちょっと出演するっていうのを OK して、いろいろ一緒にやってきたので、ちょっと今回成立させようということで、これも縁だからなんとか、ちょっと僕と畑健さんでちょっとこの番組をちょっと進めていきたいなと思っています。で、まずその実はその出演するんですけど、僕も畑健さんもあと他にも日本人のベルツさんとか、出演者の方いらっしゃるんですけども、大体誰もテオレマ、ディフューズリアリティってどういうものかって実は知らない分かってないんですよね。こう急に結構こうメールがふわっと来て、出てください、じゃあやりますみたいな感じだったんで、そのあんまりどういうものか僕らも、出演する僕らもあんまり分かってないですよね。なのでちょっとこう彼ら今回実はスペインのバルセロナから来ていて、いろんなイベントを各地で世界各国で やられてると、シンポジウムとか、あとトークとかライブとかいろんな、アクションを起こしている方々で、結構そのアップカミングにやってきている方たちだっていうことなので、一緒に何ですかね、このバルセロナ初のテオレマとディフューズリアリティを探っていきませんかというような感じでいきたいと思います。なんでじゃあちょっと、そうですね、聞いてきますか。まずじゃあ自己紹介を。 Who are you? Hi everyone, my name is Joaquin. I'm part of Diffuse Reality label and we promote the Teorema Festival. We are really happy to be here. It's like a unique opportunity to take the people of Japan aware of the music that we are experimenting in Barcelona. Okay. Diffuse Reality is an Argentinian label based in Barcelona. And we promote Teorema Festival also in Barcelona and in Argentina too. And now we are here in Tokyo, living a dream. We are really, really, really happy to be here. Thanks. Joaquin さん。Joaquin. Yes. Joaquin. Joaquin. Joaquin さんという方で。バルセロナで、ディフューズリアリティというレーベルをやったりとか、あとテオレマっていう、フェスティバル、先ほども僕もちょっと言ったんですけどを、主催というか一緒にやっていて、で、今バルセロナ、あとアルゼンチンとかいろいろ回ってきて、今回その、結構、いろんな実験が行われているこの日本、東京っていうところを選んで、このイベントをやるということになってきたそうです。で、今回その、ちょっと先に言っておきますと、これはそのある意味なんていうんですかね、プレパーティーみたいな、ね、プレイベントで、本番のテオレマっていうのは明日そのスーパーデラックスで
開催されるんですね。でそれもまあこの彼のディフューズリアリティというレベルも一緒に関わって、あの明日スーパーデラックスであのイベントがあります。まあ完全なもう、ハロウィン後の平日なんで、もうボロボロかもしれないんですけど、皆さん街もみんなもボロボロかもしれないけども、まあそういう中ちょっとやるということで、ちょっと、もし気になる方いたら、スーパーデラックス の, あのサイトとか、あと、まあ、ツイッターとかフェイスブックにもいろいろ情報が上がってるので、その明日のイベントの情報をちょっと見ながら、あのどういう人が出演するのかとか、そういうことを見ながらちょっと話を聞いていってもらえればなと思います。で、まずその、まあ、自己紹介してもらったので、どうしますかね、次。そうですね、どういうことを聞いて、具体的にじゃあ東京で今回出ているアーティストたちはどういう、はい、そうですね、あれで選んだのか、そうですね、どういうふうに見つけたのか、まあ、結構そうですね、あのラインナップ見てもらえると分かると思うんですけど、明日のイベントって結構いろんな、なんですかね、ジャンルの人っていうか、なかなか、まあ、僕も結構東京、畑健さんもそうですけど、いろんなところでやあのイベント出たりしてるんですけど、僕と畑健さんも実は今日初めて、ね、初めて会ってて、はい、これがいいんで、そうなんですよ。で お名前とか活動はもう、ご活動はもうずっとあの存じていたんですけども、まあそういう感じで結構マッシュアップされてるアーティストをどうやって選んできたのかっていうのをちょっとじゃあ聞いていただいて、そうですね、はい、聞いていきましょう。そう、同時にいっちゃおうかな、同時でいっちゃいますか、はい、同時、はい。So how to find、this artist you booked for Teorema?Sorry, can you repeat? Many artists you booked for to Teorema. So how to find them? How do you find them? Yeah. Or how, why you choose that kind of artist? Artist, ah, okay. Yeah. From Diffuse Reality, we try to share a message of the experimental and music, music まあ、arts, of course. Teorema はとか Diffuse Reality はまあ結構、まず前提としてその、まあ、エクスペリメンタルなアーティストを、まあ、レペゼンしていくっていうのがまず前提にあります。Yeah, we try to, to connect people, from music, but from the possibility to experiment with the music and the different kind of art, you know, music, lives, visuals, painting also. Okay. And we think that, here in Japan you have a really good scene of, experimental art. Okay. まあ、ディフューズリアリティもテオレマも、まあ、音楽をベースにはしてるんだけれども、まあ、それ以外に例えば映像だったりとかペインティングだったりとか、まあ、いろんなフォーム、アートフォームの、まあ、アーティストをこうつなげていきたいというのがあって、で東京っていうのは、まあ、バルセロナの彼らからすると非常にその大きなというか、なんていうんですかね、強いというか、そういう、まあ、エクスペリメンタルのシーンがあるっていう、まあ、印象だったという感じですかね。はい。I didn't understand the question, sorry. So, how and why you choose this kind of artist? Okay, this kind of artist, starting with Rodrigo Garcia, the owner of the label, he always makes networks between artists and from the social networks, okay. And listen to music, he start to connecting people and saying, okay, this is my festival, we do this, and we like to share with you, and also you participate. Teorema tries to, to explore the locals' values of each city where Teorema does, goes. まずその彼ホアキンさんと別にそのテオレマを主催しているあのロドリゴさんという方が今あのカメラ前にはちょっとなんかシャイなのかどういうことなのか、すぐ目の前にはいるんですけど、あの俺のレペゼンするところはスクリーンだって言って、さっきあのカメラ前に出ることを拒否された方があの実はそこにいらっしゃるんですけど、その彼がロドリゴさんがまあ、いろんなその例えばソーシャルネットワークだとかネット上でそのいろんなアーティストをこう見つけてきてはどん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 声をかけて、で特にそのローカル色が強いような人、例えば本当にそのもうあのワールドワイドにフェイマスなアーティストとかではなく、おそらく今完全な意訳ですけどそういうなんかあのアーティストをコネクトしていくような
ことがまず一つ目的であって、それをもとにそのロドリゴさんのチョイスというか、まあリサーチというかですね、そういうのをもとにして、あのディフューズリアリティ、ホアキンさんも一緒にこう、まあアーティストを決めていったという感じですね。なので、まああれですね、やっぱりその非常にその東京のなんていうんですかね、こうエッジの効いた部分で、自分で言っちゃうのもなんですけどあの なんかそういう人たちを、選んでくれたのかなという感じですね、だと思われます。それで、まあ、はい、そしたら明日、まあ、テオレマなスーパーデラックスであるわけですけど、はい、そこでどんなイベント、どんな雰囲気のものを出来上がったら成功なのかとか、うん、なんか目指しているものがあるのか。そうですね、うん、そのまあ、なんかこう集めたはいいけど、うん、じゃあそれをその完全な平日の中のスーパーデラックスで、あのどういうふうにこうやっていくのかっていう、うん、やって最終的にどうしたいんかみたいなのをちょっと聞いて、そうですね、聞いてみたいですね。じゃあ聞いてみます、はい、聞いてみます、聞いてみてください 僕の英語通じてないかもしれない、今僕日本語でちょっと喋りながら何を聞くのか忘れちゃったんですけどそう、so, okay, for tomorrow、what is your goal or what is your idea of the event or festival? What do you want to realize or for the or represent to the people?Okay, from Teorema, we, as I said before, we try to explore the local values of each city where Teorema goes, mm-hmm. but also we try to connect people and mm-hmm. try to make joint works, you know, like from someone from Japan maybe can make a visual art from someone that is playing at Barcelona. We try to do that. Use the technology and the internet, of course, the streaming for make...music from different parts of the world, and also share the message of Teorema, like the local values is the most important part of this、mm. okay. of this movement. まずその非常にそのテオレマディフューズリアリティ、まあ、特にテオレマって今おっしゃったような感じなんですけど、の一つの重要なところっていうのは、まあ、ローカルの人たちとつながるということですね。各地いろいろ回ってではいるんだけれども、その都度やはり大切にしているというか、一番目的なのはその地域の人たちと、アーティストや観客の人たちとの、まあ、つながりを求めているというようなことですね。なので、まあ、明日は、まあ、そういうことになるんでしょうね。そうですね、呼ばれている分は例えば僕たちもそこで初めて会うような人たちもいるし、ローカルの人たちにとってもそういう、うん、普段横のつながりがないところがつながってみたり、そこにまたバルセロナの雰囲気も持ち込んでくれて、なんかこう演出されていくのかなっていう、ね、なんかそうですね、なんか例えばすごくこれなんか喋ってこういうこと言っていいのか分かんないですけど、まあ、その例えばすごい近い日程でミューテックってありますよね、はい、でそれって結構その彼らの考えてるアイデアとは結構逆だったりするようなラインナップだと思うんです、うん、そのかなりグローバルっていうか、うん、そのどっちかっていうとそのいろんなところに名前が知り渡っていて、うん、まあ、どこでもやってるような人たちだったりすると思うんですよ、うん、まあ、単純に もしかしたら違うかもしれないですけど、うん、ただそれとそういう感じのものとはちょっとやっぱり同じように海外からこう来ているイベントなんだけれども、うん、どちらかというともうちょっとそのローカル色に強いものにフォーカスしてやっていくっていうようなところが特色なのかなっていうふうに今聞いて伺っていてちょっと思いますけど、うん、そうですね、そうですね、なんかそこのローカルにどうして着目しているのかっていうことをちょっと聞いてみたいですね。So why you focus to the local in every city you went? Why the local? Because for mainstream artists, you know,、mm. you have a lot of projects. Like、yeah. I don't know, I can name some like Boiler Room or big yeah, festivals. Yeah.、Mm. And I think what Rodrigo wants from、mm. this is.To explode the local values, because we have a lot of artists also、yes. here in Tokyo、yes. but in、True. Argentina or in Barcelona that because they are not mainstream、yeah. nobody or、mm. just a few people can see
what they do, their work, their sacrifice. Yes. And I think this is a good way to say, hey, it's not only mainstream, you know, we have a lot of people working hard every day, sharing a message, connecting people, doing right the things. And I think Teorema could make a breakthrough maybe in this, like empowering people and to do something and get well known in the world. Yeah, it's kind of, you mean like changing the point of view of the people for the art. Not only the mainstream, just try to or suggest to the focus on the more local or not mainstream is one of your aim to do this? Of course, and we think that from connecting people and also empowering these kind of people could be a better world, because mainstream is for everyone, but the local values, I think we need more space, you know, everybody can go and to listen some mainstream, and the local, like here in small mythical places. So I think we need more of this, like more Teorema, more Domune. まあ今ちょっと英語で聞いて英語で返しちゃって、その間に内容忘れちゃった部分もあるんですけどちょっと覚えてたらちょっと畑さん補足してほしいんですけど、まあそのローカルの強さみたいな、ローカルバリューって彼は言ってたんですけど、そのまあメインストリームのアーティストはもうとにかく非常にいろんなステージがあると、プロジェクトがあって、でまあそういう人たちっていうのはまあ自分たちがまあ特に手を貸す必要はないっていうか、なんだけども彼らのそのある種のスタンスっていうのはまあそういうところにはもっといろんな隠れたアーティストがたくさんいるから、そういうところにまあ自分たちがまず行って、でそこでまあコミュニケーションを取って、そこから広げていくっていうようなシードをこう広げていくような活動のまあ一つの出方として、このテオレマフェスティバルっていうのがあるんじゃないかというふうに今話してて思いましたね。そういう感じですよね。まあ確かにそういうのはありますねって簡単に言っちゃいましたけど、そういう部分で、まあ、僕らもね、自分たちで自ら普段イベントを起こしたりしてやってる部分はあるけれども、ね、まあ、さらにそういう海外から の、 そういうチャンス作ってくれるのは本当にありがたいと思いますし、そうですね、そういう意味では本当に盛り上げていきたいものですよね。なんですかね、今日メインストリームと単純に比較するのも、まあ、ちょっと単純というかシンプルすぎるとは思うんですけど、まあ、例えば今日のこういうセッティングとか例えばドミューンでこういう番組を彼らと一緒にやるっていうのも本当にその例えばマネージャーがいるとかそういうことでも全然ないし、自分たちで荷物とかも全部運んだりしなきゃいけないで、あとまあ正直なところその、まあ、結構そのギャラの話とか、まあ、はぐらかされてるみたいな状態もあったりするじゃないですか。だけどやっぱりなんかこういう熱意は非常に伝わって、そこなんですよね、はい、すごい僕らはやりたいんだっていうのがあるので、まあ、こうやって一緒にやる気持ちはすごく一緒で、まあ、ある意味そういう意味ではもうローカルとつながったっていう感じではありますよね、まあ、そうですね、もう十分、はい、もう十分つながったから、ここまでもううまく僕らが使われてる部分がいい意味であるし、なので You're success already、yeah. You already done something very nice to make connection with locals, because you already met two of us, and tonight we will have something like gigs maybe. Here in, well, with Diffuse Reality we have like an Asian tour, you know? Nation what? Asian tour. We are going to Korea also with Teorema, yeah. Also Kyoto. So oh, really? To Kyoto too. Yeah, tomorrow we are going to play in Super Deluxe at 6 p.m. If you want to go, you are all invited, please. まあいつでも明日6時なんで来てくれってとにかくおっしゃってます。あと京都とあとソウルにも今後行くっていうふうに、はい、おっしゃってます。And well, we have like 13 dates in 20 days here in Tokyo and Korea also. So I think
Rodrigo worked hard to connect this local artist. I think he deserves my all respect for him because he works hard at any time sending emails. Hey, let me see your work, see my work. We can work together. We already feel that so much, and I really respect what energy of his work. Yeah. And let me say something about the our tour because we are really glad to be here, and we think that we are connecting people also between music, experimental arts. And I think the principal aim of Teorema is that, you know, like connect people between the art, the different kind of art, because Marco is with us and he's painter and also film recorder. Rodrigo is also DJ and producer. He works a lot producing the event. So I think it's a multidisciplinary kind of artist working together for a better world, maybe. なんかとにかくそのいろんな分野の人たちをいろんなその地域でどんどんつなげていって、広げていきたいということがまず前提にあって、で特にその彼が今おっしゃってたそのロドリゴさん、今回のテオレマをオーガナイズしている彼のそのまあなんか熱意が非常にすごく尊敬に値するということで、まあ、実際これだけ多くの人が動いてるっていうことがありますしね、実際ハイテ弁当でみたいなところもありますし、でも、まあ、そういう、 こう彼らの、まあ、バルセロナっていうスペイン、まあ、ヨーロッパ の、 あの遠いところから、まあ、今は飛行機乗れば近いんですけど、ところから、まあ日本に来て、で何かこう何かをそこで一生懸命やりたい、つながりたいって思ってやっている人たちが作り上げるものっていうのを、まあ、その見てみる価値っていうのは非常にあるんじゃないかなと、ね、本当にそのなんていうんですかね、地道な活動でしたよね。そうですね旗から見ていてというかいろいろ連絡をしていて思ったのは、本当にすごくなんか、すごく組織化されてたりとかスタイリッシュなわけではないし、なんだけどとにかくいいものをやりたいんだっていう、まあ、本当その熱意の部分で、熱意の部分があって、でそういうところで最終的にやっぱりそのローカルっていうかアンダーグラウンドとかエクスペリメンタルってつながってる部分って多分本質的にあって、そうですね、はい、そういうところが見れるんじゃないかなと。そうですね、リアルなものが、はい、リアルなところが、見れると思います。で、まあ、出演者の人とかちょっとなんか紹介とかって見れますかね。そうですね。So any do any artist you want to introduce especially for the tomorrow? Visual artist or like from Barcelona? Any artist? Well, like from Barcelona or other country or something? Anything you want to like? We have a really good friend is Martin Borini. He's a Martin Borini. Martin Borini を注目してください。Aka I love you. He's a visual art. He always is. His work is really good. You know, it's he experiments with different kind of contrast colors. Also, well, the music of Squarik is like a powerful noise techno. And well, it's Rodrigo Squarik is.From Argentina, based in Barcelona. まあ、とにかくそのマルティン・ボリーニマルティン・ボリーニはすごくいい、見た方がいいってとにかく言ってますね、はい、ビジュアルも含めて、あとノイズテクノみたいなサウンドをすごく作ってて、非常にやばいっていう感じですね。で名前とかは今日これもう何も出ないんです。フライヤー出します。フライヤーが出してくれてるそうなんで、配信で、まあ、僕らちょっとモニターが若干遠くてあれなんですけど、そこのアーティストでマルティン・ボリーニはちょっと見て検索して、Yeah, so can we see something of his work on YouTube or something? No, or I will speak from another artist because the aim here is to speak about everyone. We have Hantus. Is a Hantus. Yes, he's a painter, but he's also recording with a camera. You know, like old school cameras.
recording and making videos. He will present some of his works at Teorema also. And I think he has a long road to work with us because he's a good friend, a good artist, and work hard. Also, まあ結構いろんな何でしたっけカメラ、フィルムですかね。もうで撮影して。いろんなその面白カメラみたいな、わかんないですけど、ちょっといろんなその映像の装置を使って映像を作っている、方がいるそうです。名前今一瞬出ます。ちょっとThe name again? Hantus. Hantus. Art by Hantus. You can see the webpage hantus.co. Hantus. Where is that? Hantus. Art by Hantus. Ah, Jantus って読めるけど Hantus なんですね。スパニッシュだから。Hantus. Hantus. With J. J.J は母あの、ね、スペインの人、スペイン語圏の人とかとチャットとかしてると、あの JA でジャ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 ってすごいあの笑いのあれが来るんですけど、あれハハハなんですよね。ということでこれはハントスですっていう方がいらっしゃいます。And、はい、any other?、I think you can find in the Facebook page、yeah. of Teorema、True. or in SoundCloud、Squadic. We have another、visual artist. Excuse me.With live audio visuals like madsine.net.wordpress. He also makes visual arts and、okay. music together, and that's the kind of work that Teorema wants. Somebody、yeah. is playing music and the other one、yeah. Playing、videotapes. So is he from where he's from? He's based in Barcelona. I think he traveled、okay. a lot.、Yes. So you come here together? No. Different.、Yes. You will see it more. I came from Argentina because I was okay, there. Okay. My friends were in Rodrigo Barcelona.、Too? Yeah, Rodrigo and Marcos is Hantus. They were in Barcelona. Okay. I'm、and、living in Argentina. So this is the way we work,、you know, in different parts of the world. まあ本当にいろんなところから、彼はアルゼンチンから到着したと。で他のオーガナイザーとかアーティストはまあバルセロナから来てて、で明日初めて会う人たちもオーガナイザーの彼ですらいるみたいな感じで、とにかく、Facebook とかでいろいろ見ていただけるとありがたいですっていう感じですね。でそろそろ何ですかね、時間なんですかね。そうですね。次は、はい、まず最初ちょっと30分のこういうなんかちょっとトークがあって、でその後今日のタイムテーブルとしては、この後、ちょっと待ってくださいね、タイムテーブルとしてはスクワリックのライブがこの後あるんですね。30分。 So Squaric, can you set up for your playing? It's time to you. He's always ready. 5 minutes? あと5分なんかやれと。いうことですね。Make longer. So, なんか、do you have some like message, Rodrigo? Do you have any message to the audience? You can come and talk. でも、はい、Rodrigo です。Rodrigo です。ロドリゴ、いい人、本当いい人そうな、はい、ロドリゴさん。Thank you so much for coming, Hatagen. Thank you so much, Joaquin. And thank you so much for you for coming and for your music and for you make a party of Teorema in Tokyo. Yeah. For me, it's a pleasure. And for my pleasure too. All people from Teorema is really pleasure. とにかくみんなにありがとうと。ということで、とにかく本当に やれることが来れて、今こうやってやってることが嬉しいんだということをおっしゃってますね。まあまだ明日なんですけどね、本番はね。ちゃんとまず今日家に帰らないといけないっていう、渋谷を通過しなきゃいけないっていうのがあるんですけども、まだ残ってるんですかね、街は。もう炎上しちゃってますか。あ、炎上情報が、なんか火事があったらしいっていう感じですけども。Okay, thank you. Yeah. And then 次は彼が、あとスカリックっていう名義でやってる It's Live Set You're going to do Yeah,
Yeah, I play in live set in 5 minutes. It's like a noise experimental audio recorder for me, says. And it's slow. It's like a 20 minute. It's like a power for industrial experimental noise, really noise. And after I close the journey here with a DJ set, like a mix with record vinyls and CDJ. まず、It's like a more techno. そう最初、まあ、あと大体5分後ぐらいにちょっと俺やるよみたいな感じでおっしゃってるんですけども、最初は、まあ、ライブセットで20分ぐらいちょっとまあ、結構ノイズ的な感じのテイストのやると、でその後は DJ に移るんですよね。 DJ は多分一番最後にやる DJ のことだと思いますね。あ、そういうことなんですね。あ、じゃあ二部制に分かれてる。そうですね、最初に彼がやって、はい、最後も彼が締めるという感じの、最初のじゃあ始めろ、さ1ロドリゴ2ドリロドリゴがあるということで、1回目はそのライブセットで、そうですね、スコアリック、はい、やってくれるということで、で次は最後の方ですかね。そうですね、で、まあ、その後僕がやって、はい、それであれですね、僕らもライブやっ て、ね、あ、そうですね、でその後の DJ ってことになります。そうですね、最後また締めの DJ 彼やってくれるんですけど、はい、まずじゃあそのライブセットやってもらって、畑健さんですね。そうですね、でその後僕がやります、はい、で、まあ、その合間合間に結構1時間ぐらい時間が取っていただいてるそうなんで、またなんかこういう感じのトークが始まると思いますそうなんですね、はい、でも質問とかおはがきじゃねえ、なんかある人はください。そしたらなんか聞いたりしてみます。そうですね、はい、お願いします、はいはい、じゃあ、Do you want to set up? Yeah. Okay. Yeah. You ready? Thank you so much. Thank you. See you tomorrow in Super Deluxe. はい、明日スーデラで会いましょう。そうですね。スーパーデラックスぜひお越しください。よろしくお願いします。スカリックがこれからライブをしていただきます。はい。Thank you so much. Thank you so much. で、まだちょっとじゃあ時間あるんで、なんかまあとにかくそのスーパーデラックスっていうことに関してちょっと最近ニュースがやっぱりありまして、本当に伝説的な、そのいろんな夜を作ってきた、歴史を作ってきた、まあ、スーパーデラックスがなくなってしまうと。そうですね、まあ、いろんな事情があるみたいで、ちょっとまあ一概には言えないっぽいところもあるんですけど、うん、まあ、その年内ですよね。そうですね、1月っていう話ですよね。1月とかに、まあ、スーパーデラックスは一回もうなくなってしまいますので、まあ、本当にちょっとこういうテイストのイベントもそんなに今後スーパーデラックス、そうですね、使いやすい場所だったんですけどね。そうですね、本当になんかすごく多様な価値観を受け入れてくれて、そうですね、もう理解のある、はい、でしたね、やってくれてたところなんで、うん、そういうところにちょっと、まあ、亡くなってしまう前にというわけではないですけども、足を運んで、そうですね、まあ、だからこそテオレマがあそこで行われるっていうことだと思う、ね、はい、まあ、このタイミングもなんかの、ね、縁でしょうね、ね、もう最後いっとこうっていう方はぜひいいチャンスだと思うんでね、はいはい、と思います。で今とにかくブースに入るのに、苦労しておりますが、はい、じゃあ一回切りますか、はい、じゃあちょっとセッティングのために一回ここで切りますんで、はい、切りますっていうかね、切ります、なんていうんですかね、普通お待ちくださいお待ちくださいっていうか、そうですね、でまたちょっと後ほどね、はい、ちょっとまた機会があったら少しお話ししましょう、はい、そうですね、はい、じゃあありがとうございました。じゃあまた後ほどお願いします。